どうも、愛一です。今日9月1日、夏休み明けの初登校日の方ね、多かったと思います。で、まあ、おそらくほとんどのね、学生のまあ9割以上の方がはぁって気持ちで行ったと思うんですよ。夏休み終わっちゃったよ、だりーなーとかねっていうね、そのめんどくさいなっていう気持ちでため息をついた方もいらっしゃれば、学校がちょっと苦しい場所、いじめとかいろいろね、あってになってて、でも行かなきゃいけないと、で、ため息をつきながら行った方もいると思うんですよ。で、実際、自分が中学の時に、まあ、いじめを受けてて、で、まあ、普段から行きたくなかったですけど、長期休暇明けって、実は行きたくないんですけど、すごい淡い期待をね、俺は持って行ってたんですよ。で、何かっていうと、まあ、1ヶ月休みがあったじゃん。あったから、もしかしたらちょっとこう、世界が変わってんじゃねえかなっていう、すっごい淡い期待ね。まあ、どういうことかっていうと、いじめなくなってねえかな、つって。陰口戦えなくなってねえかな、って。すげえなんか元気に挨拶してくんないかな、とかさ。で、行くんだよ。うん。でも何も変わってない。まあ、当然な。同じように陰口叩かれて、いるのかいないのか、わからんような存在なままね、学校生活を過ごすわけですよ。で、絶望するんだよね。やっぱりダメか、つって。そう。で、思う人が、まあおそらくね、少なくともちょっとはいるんじゃないかなと思って、で、この話をしております。はい。まあ全然関係ない方止めちゃっていいからね、今回ね。かなりこうピンポイントのゾーンの方に向けて今喋ってるんで、まあ YouTube でこれ喋るのも申し訳ないところはあるんですけど。でね、まあその絶望した方もいると思うんですよ。で、正直、まあそうやって思うと、でさ、明日から土日入っちゃうんで、その絶望の気持ちのまんま、ちょっと塞ぎ込みやすいんだよね、この2日間休みがあるから。で、いろいろ考えるじゃん。いろいろ考えて、ああ、もう何も変わんないんだ、結局。ああ、この先もずっと絶望なんだな。生きててもしょうがないな。死にたいなっていう風になっていきやすい時だと思うのね。タイミングとしては。で、まあ正直さ、その辛い時、まあ自分もいじめ受けてる時とかそうだけど、これがね、一生続く感じがするんだよね。いや、もちろんさ、卒業したら変わるってのは分かってる、言われてる。物理的には分かってんだけど、いや、気持ちとしてはあと1年みたいな。いや、1年も耐えらんねえよ、みたいな。ふうに思ってたし、まあ、ただ自分は、なんで、なんかちょっと、まあ、なんだろうな、気が強いというか、もともと。そう、なので、なんでこいつらのために俺が投稿しなきゃいけないのみたいな感じで思って、まあ、意地でも行ったろうと思って、3年間行ってましたけど、中学の時に。でも、自分が思うのは、今振り返って思うのは、できれば行った方がいいとは思います、学校には。思う。その理由はね、その塞ぎ込んでしまう、今いじめとか受けてね、そういう子たちって、わりかしね、割と自分の中では真面目な子が多い。根が真面目な子が多くって、休んじゃうと自己嫌悪になっちゃうの。その休んでる自分が。切り替えらんないというか気持ちを。そう。休んで、じゃあ違うとこに行こうみたいな、風に思えたらいいんだけど、そうじゃなくって、あ、人と同じことができないから私やっぱダメだね、みたいな。で、そっちに結局行っちゃうんだったら、だったら学校行ってて、耐えてる方がまだいいかもしれない。精神安定上。って思ってる。で、そういう子たちを結構見てきたから、そう。だからできれば行った方がいいのかもしれないとは思ってる。でも、死ぬぐらいだったら、行かなくていいよ。っていうのが俺の気持ち。まあ、こんなん言えばね、まあ、もちろん叩かれるのも分かってんだけど、それを反発されることめちゃくちゃあるからね。でもそれが俺の本心ですね。だって別にさ、苦しむために学校行くわけじゃないし、たまにね、俺前言われたことがあるんだけど、いじめを受けてる。いや、精神的にすげえ修行なってんじゃん。行けよ、学校。って言う人がいたの、昔。いや、精神的に修行っていうか、そんなに鍛えられるため、なんでいじめで鍛えられなきゃいけないんだよって話なんだよ。って思ってて。そう。で、例えば、あと、そのね、学校行かなくなったりとかすることを逃げるっていう表現をする方もいるんだけど、自分それも好きじゃなくって、逃げってすごいネガティブな言葉でしょ？基本的には。いや、逃げてないっしょ。だって自分で学校行かないっていう道を決めて、自分で決めた道を一歩踏み出してるだけだから、それは。逃げてるんじゃないって。踏み出したんだって、一歩。そう。もちろん、学校に行かない。まあ今、日本は特にそうだけど、まあ義務教育、当たり前に高校まで出るのはほとんど当たり前だ、みたいな。ね。で、行けたら大学とかその先も進学するみたいなのが当たり前だから、当たり前から逸れる。ことは、まあ、日本にとっては若干生きにくくなるのは確か。選択肢が狭まってしまったりとか、世間的にそういう意味で見られることもある、確かに。あるけども、生きにくい世の中になったとしても、生きれない世の中じゃないんだよ、別に。その道から外れたら死んでしまうわけじゃないからね。まあ、親がどうこう言ってきたりとか、周りがどうこう言ってくることはもちろんあると思うけど。そう。ただし、そうやって自分で行かないって道を決めたなら、その道でちゃんとできることはやろう。エネルギーを注ぐところを見つけてほしい。
そうとは思ってる、うん、それを見つけるのも大変なんだけどね。でも例えば家でできること、ね、自分はボランティアでもいいし、例えば、ね、自分の夢を叶えるためにそれについて勉強することでもいいと思うの。ただのんびり時間だけが過ごすでやったら絶対自己嫌悪になっちゃうからね、うん、だからもしそういう選択肢を、そっちの道をね踏み出すと決めたんだったら、自分が力を注げるものをぜひね見つけるために、自分のためにしっかり時間を使うっていうところは意識してもらえたらいいなと思います。でまあね、あとまあどういう選択肢になるか、道を決めるかわからないです。学校行ってね耐えていく道もあるし、でまあね、なんで耐えなきゃいけないんだって話もあるけど、まあ、自分はそっちの、ね、耐える道を選んで行ってましたけど、そっからまあ行かないっていう選択肢、そっちの道を選んでそっちでね踏み出すこともいいんですけど、周りがとやかく言ってくるとは思います。でアドバイスはきっちり耳を傾けましょう。それは友達でも親でも。ただまあね、自分こんな親がいてほしくないなと思うけど、やっぱ相談受けてるとね、自分の子供に死ねとか普通に言う親がいらっしゃるんですよ。本当にいらっしゃるっていうことも使いたくないけどいるんだよね。そうでもそういうことなんだ、そういう人はね、もうなんかもう自分なんかもどうしようもないっていうか、もう、うん、まあ置いといてってなっちゃうんですけど、ただやっぱりみんなのことを思って言ってくれてる、それがみんなにとってはちょっと耳うるさいというか、うっさいな、分かってるよみたいなことあるかもしれないんだけど、でもその辺はやっぱりちゃんと耳を傾けていかなきゃダメだと思う。そこまで塞ぎ込んじゃダメだよ。うん。でも例えばそのいじめてきた奴らがうだうだ言ってきたりとか、あいつ来なくなったぜ学校みたいな言ってきても、なんかねごちゃごちゃ言ってきても、もう仕方でいい。そんな集団になんなきゃ何もできない奴の言葉なんか耳傾けなくていい、ぐい傾けなくていいから、もういかんだ、うん、と思って、そうっていうのをねこれ話したくてちょっと長くなっちゃったけど、そうですね。だから言いたかったのは、まあ、ひとまず、まあ、今日ね学校行ってね、まあ本当に絶望感にもしかしたら打ちひしがれてる方がいると思うんですけど、その絶望感っていうのは一生続くわけではなくって、自分は一生続くと思ったけど、思ってたけど、やっぱり環境が変われば全然変わっていくし、まあ、自分は中学から高校に入った時に、ね、変わっていったからさ、まあ、いじめの元が女子だったんで、自分の場合はちょっといろいろあってな、女子だったから、で男子校に行ったので、もちろん同じ中学から上がった人もいたけど、でもわりかしちょっと恵まれてて、そのいじめってのはなくなったのね。まあ、友達が多かったかつは微妙なところではあるんだけど、うん、でも別に普通に、まあ別にな、めっちゃ楽しいってことじゃないけど、まあ普通に学校行けてたからさ、全然それでよかったし、友達がいることが幸せなことだと別に思ってないから、自分の中では。友達は一人二人いたらいいしね。一生の中でね。そう、と思ってるタイプなんで。だからみんなが今、もしかしたら真っ暗なトンネルの中で出口も全く見えねえと、一生この暗闇の中にいるかもって思ってるかもしんないけど、それが一生続くわけではないので、そう。だから、もしね、絶望感にこう心が、染められそうになってるかもしれないんだけど、まあ、自分ね実際こうやって喋ることしかできないから、みんな何も提供できてはいないんだけどさ、でもちょっとこう踏ん張るきっかけになってもらえたらなと。どっちでもいいんで、道としては学校で行って踏ん張るんでもいいし、行かないって道をね作って、まあ、選んで、いろんな違うところで踏ん張らなきゃいけないかもしれないけど、その道で踏ん張る、どっちでもいいと思うんだけど、うん、ただ死ぬっていう選択肢だけは選んで欲しくなくって、ちょっとこの動画をね撮らせてもらいました。すみません、ダラダラ話しちゃって申し訳なかったんですけど、何かを、うん、感じてもらえれば嬉しいです。で、あともしね全然なんか関係ない方というかピンとこない方でも、それでもここまで見てくれた方は本当にありがとうございました。はい、ということで、じゃあ今後もどうぞよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。